皆さんこんにちは、ルアです。いつもと違う画角からこんにちは。はい、今回はですね、じゃん、何の箱かなって感じだと思うんですけど、今回は1週間前に届いたバリの BOT のモバイルのガチャだったはずの開封をしていきたいと思います。ちょっと本当にモバイルはやってから1ヶ月2ヶ月ぐらい経ってから来るんですよ。だからやったことをねもう忘れてしまってて、何が出たかもあんま覚えてないんですけど、ちょっと開けていきます。はい。でなんで今日この画角かっていうと、あのシンプルにいつも同じ画角だと面白くないから、ちょっと違う方がいいかなと思って行ってみました。こんにちは。ちょっとカッターで開けていきます。よいしょ。なんかでもこの画角の方が見やすいかもね、開けるのとか、そんな気がする。よいしょ。あのこれ本当に1週間前に届いて、私全然開けなかったんですよ。でちょっとジェネのねフォトカードも全然開けなくて、最近ね届いてもねすぐ開けれる状態じゃないんですよ。だからちょっと本当にね遅くなっちゃってるんですけど、すいません。ということでこれ開けたんでいきます。じゃん。あ思い出した。ちょっと待ってくださいね皆さん。よいしょ。こんな感じになってるんですけど、わかるかな？何が入ってるかわかるかな？プチプチにしっかりと、こういう感じに入ってるんですけど。じゃじゃん！一番上に、上っていうか、一番見やすいところにミクくんのね、クッションが。そうだ、私出したんだ、ミクくんのクッション。こんな感じで、いきまーす。何回ちょっとやったか。計12点と書いておりますので、12回やってるんですけど、私多分これね VIP チケットでやってるはずなんですよ。 VIP チケットっていうなんか無料でねできるやつなんですけど、そのチケットでやってるはずなんですよ。こんな感じ。10回分 VIP チケットでやったのかな。で2回分普通に買った気がする。なんか VIP チケットは残しておきたくて、 VIP チケット結構あったんですけど、ちょっと残してますね。でこんな感じで入ってます。なんかね、こう入ってます。これ上にね、入ってます。じゃあちょっと、開けていきたいと思いますね。どうしよう。こっちに。まずね、ミックのクッションがいます。ここに。かわいい。あと、リュータくんの本当に欲しいな。ちょっと、リュータくんの求めてるので、あの、交換可能な方がいましたら、お気軽にご連絡ください。DM、あの、ここなんでアカウント。DM 来てください。じゃあちょっとやっていこうか。もしかしてさ、これリュウタくんいない説あるな。びっくりするぐらい私あのこの時運なかった気がするんだな。けどえ、そんなことないかな、わかんないけど。すごい。あ、うん、ちょっと待ってくださいね。とりあえずなんかね、私が見たのがこんなね感じになってて、わかる？この黄色誰かわかりますか皆さん。出しますね。出した方が早い。あ、はい、こちらリュウタくん、リュウタくんじゃない、リュウトくんです。あ、そうですね、でも2回だけねしました確か。はい、リュウトくんです。リュウトくんのグリッターと、もう一人ロウくんのグリッターがめっちゃかっこいい。これマサトくんのビジュがすっごい好きなんですよ。こんな感じで、りょうくんいます。かっこいいな。こんな感じです。え、で、ちょっとグリッター続きでバリ行くんですけど、じゃん、こちら。ミクくんじゃない。やばいね、私ちょっと。メンバーの名前がぐちゃぐちゃだ。りゅうせいくんのメタルキーホルダー。かわいい、これ。本当にこちらも、りゅうたくんと交換してくださる方いたら。でも本当に私、りゅうたくん出してない気がする、今回。やばいですね。ちょっと次、グリッターじゃない。あの、メタキーいきますね。メタキーは、トコトコトコ、どこかな？はい。まず、リキアくん。ピンクだ、めっちゃ。これも、あの、りゅうたくんに交換してくださる方いたら、お願いします。で、リキくん。リキちゃんかわいいな、本当に。これもね、りゅうたくんに交換してくださる方いたらお願いします。で、りゅうせいくん。りゅうせ
星、そうだ、流星くんの運がすごかったんだ多分。はい、流星くんです。で、クリーナー、こちら、じゃん、西行くんですね。西行くん、これかな。西行くんの背景付きクリーナーです。これもりゅうたくんに交換してくださる方いたらお願いします。おー、あとは、じゃん、缶バッジ3ついきます。じゃん。見える。うわ、めっちゃ反射してる。こんな感じで。リキアくんです。え、かわいいこれ。なんかすごいデザインかわいいですね。これもね、ね、次にお願いしますね。りゅうたくんと。ね、じゃん。こちら。リキくん。これね、思い出した。はい、リキくんです。こっちのね、ビジュもいいですよね。なんか、プチキャラビジュと、ノーマルビジュ。めっちゃいい、両方。かわいい。で、じゃん。流星くんです。ね、わかるかな、ネタキーと、缶バッチ。ネタキーと、缶バッチ。ネタキーと、缶バッチ。セットで出てきてくれたみたいな感じになってますね。はい。すごいびっくりするぐらいセットだ。セットで交換できる人もぜひお声掛けお願いします。DM いつでも待ってますので、お願いします。で、ラスト。じゃん。ミクくんがね、2個だけなんですけど、両方ね、レアですね。はい。これもぜひリュウタくんに交換してくださる方いたらお願いします。そっか、私。出てないんですね、りゅうたくん。やばいですね。結構やばい。びっくりしちゃった、今。忘れてました。はい、ということで。ぜひ、交換して、もうこれとかさ、本当に。ね、全員ね、同じビジュなんですよ。かわいい。なんですけど、りゅうたくん出ず。で、これは全員同じビジュじゃないんですけど、りゅうたくん出ず。でも可愛いですね、全部。どのビジュも可愛い。で、家にね、自引きしてました。可愛い、この、レオくんです。めちゃめちゃ可愛い。レオくん自引きしました。よかった。でもね、忘れてるんで、私本当に何が出たかとか覚えてなかったんで、嬉しかったです。レオくんがね、いてくれてよかった。ということで、なんでミクくん思ったのかわからないですけど、今回はこんな感じで終わりたいと思います。本当に最近ね、遅くてごめんなさい、更新頻度。で、580の登録者数様が、登録者様が580に突破いたしました。本当にありがとうございます。本当に、もう、本当にありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。本当にストーリーでも言ったかな言ったかちょっと忘れちゃったんですけど、年内、年内に600人かな？ん？合ってる？年内に600人行きたいなって思ってて。で、もうすぐやろうかなって思ってる企画があるんですけど、まあ、それも待っててくだされば嬉しいなと思っております。何かなって感じなんですけど、まあ、恩返しがしたいという私から皆様へという感じですね。はい。ということで、今回は、ちょっとすっごい散らかっててさ、やばいですよね。待ってくださいね。こんな感じで、終わりたいと思います。ぜひちょっと皆さん交換できる方、友人とかでね、交換できる方いたらこの人これ持ってるんだけど、行ってみてって、言ってみてください。交換が可能であれば、全然、OK なんで。なんかいろいろ話したかったんですよ、動画が始まる前。けど、動画始まってしまうとちょっとわからない。忘れちゃった。何言おうとしてたっけ？なんか言おうとしてたんですけど、忘れちゃったんで、またちょっと思い出し次第、インスタで言うか、次の動画で言うか、します。はい。ということで、今回は、こんな感じで終わりたいと思います。大丈夫だよね？はい。ということで、最後までご視聴いただき、噛んじゃった。最後までご視聴していただき、ん？最後までご視聴いただき？ん？なんて言ってたっけ？いつも。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画お楽しみに。バイバーイ。